皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。今から私は何をするかというと、広島県尾道市の向島から島並海道を通って、島並海道端っこの島、愛媛県の大島を目指して走っていこうかなと思います。はい、というわけで現在時刻が16時です。もうねだいぶ夕方なんですけど、これからしまなみ海道の旅後半戦スタートです。でね、今どこにいるかというと、広島県の向島という島におりまして、もう一番ね広島県側にある島になります。でね、後半戦ということで下りです。これからしまなみ海道を下っていこうかなというふうに思っています。で、本日の宿なんですけど、しまなみ海道の一番端っこの島である大島っていう島があるんですけど、そこにね宿を取っていて、今日はその宿に泊まろうかなと思います。で、なんでねこのさ一番端っこの島に宿を取ったかっていうと、ちょっとね理由がありまして、私さこの島々の中でどこの島が好きですかって言われたら大島だなっていう風に思ってまして、すごいね雰囲気が好きなんですよね。わお。なので今日はそこの島まで戻って、明日の朝その島で朝を迎えてみたいなというふうに思っています。で、今どこを走行しているかというと、これはねどこだろう、これ橋の上、因島大橋を走行中です。で、この橋はね上にね高速道路が走っていて、下の道をね走行できるっぽいです。あ、自転車っぽいのがいるかも。このねさっきまで向島にいたんですけど、次はね因島に行ってみようかなというふうに思っています。出口が見えてきた。料金所発見。じゃあ因島に入国します。とりあえず因島に到着しました。生口橋まで 9.2 キロ走りましょう。今ね因島の内陸部分をね走行中です。いろいろさこの瀬戸内海の島々を今しまなみ海道を渡って走って見てみてるわけなんですけど、どこの島もねおそらく島内で完結できるような仕組みができているから、住めちゃう、普通になんか都会人でも住みやすいんじゃないかななんて思ってて、あー私がここの因島に住むことになったらこんな暮らしが待ってるのかななんてね想像がね膨らんじゃいますよね。しがみなの動画、現在時刻16時35分です。因島を今から飛び立とうと思います。次はね生口島という島にね行きたいと思っておりまして、生口島ね、これもまた広島県尾道市の内の島になってます。わ、落ち葉注意。落ち葉って意外とさ足元取られるからさ気をつけた方がいいんだよね。ちょっと気をつけて走行したいと思います。気持ちいい。そうなんだよ、この夕焼けをさバックに眺めながらバイクで走行するのが楽しい。もうこれくねくね道で細い道だから、原付でさこうやってさ小さな道走るの好きな人はめっちゃ楽しいと思う。あーこの瞬間好き、気持ちいい。というわけで生口島橋を渡ります。あ、人いない、すごい気持ちいい道。うわ、島の陰で夕日になりつつある。とりあえず生口島に到着です。結構ねいい感じに戻ってきてる気がする。じゃあまたねこの生口島を走行して次の島に向かおうかなと思います。で、次の島なんですが、お次は大三島かな。大三島っていう島があるんで、そこにね行こうと思います。しがみなの動画、今ね生口島を走行中です。それでね目の前に見えているのが多々良大橋かなと思います。で、あの橋を渡るとついについに愛媛県に上陸です。いやそれにしてもさ夕焼け島津最高よ。あ、釣りしてる人いる、釣れんのかな。なんかこういうところでまったりとさ釣りしながら過ごすっていうのも楽しそうですよね。瀬戸内海ってさタイが有名みたいじゃないですか。タイよタイ。この辺もねなんかね渦潮的なものがあるらしくって、さっき地元民の方とちょっとおしゃべりしてたんですけど、その時にそうやって教えてもらいました。右側があるもんや、多分ねもう夕焼けが美しい。この時間帯にこうやって走れるの最高だよ。あ、ここだ、多々良大橋入り口発見です。
入りましょう。カブの影がある。よし、立ったら大橋に登ってみたいと思います。おお、ここね、ここだ。雪も通ったんですけど、みかん畑がたくさんありますね。でちょいちょい虫がいる。動物が出るんだ、ここ。あ、ピヨピヨ、鳥がいました。鳥さ、たまにさ、ピョーンってさ、目の前横切るからさ、たまに危ない瞬間ありませんか？私はね、結構よくある気がします。うわー、すごい大きい橋だね。順調じゃなく大きい。あ、原付は左側です。わー、お金払うとこ来た。100円だ。それじゃ100円行ってこい。スピア行きます。夕日に向かって走りましょう。というわけで、たたら大橋を走行中です。真ん中どこだろう。ここ気をつけた方がいい。あー、眩しいけど気持ちいい。なんかこの時間でさ、夕日に照らされたさ、カブが本当にかっこいいんですよね。オレンジ色にちょっと光っているさ、カブのパールカデットグレーの色合い最高だよ。我が相棒はいつ見てもかっこいいの。うわー、広い橋だ。なんか永遠に続く橋みたいな橋。もう橋を見てるだけですごい気持ちいいよ。というわけで、とりあえず次の島上陸です。ついにね、到着しました。大三島上陸です。ちがみなの動画。というわけで、たたら大橋を越えてやってきたのは、ここ愛媛県大三島です。でね、私の島旅はまだまだ続きます。まだね、この後は博多島、そして宿がある大島に向かおうかなと思います。島意外とね、距離感ねあってびっくり。気付き心理負荷、こっちだ。はい、待って、二輪車よ。二輪車つけなきゃダメパターンこれ。ああ、あかん。あ、来た、よかったよかった。あ、大丈夫だった大丈夫だった。やばいやばいやばい。右、よし、感知してくれました、よかった。あー、もうすっかり夕方ですね。もう果てしないぐらいの夕方。というわけで、今走行中なのは大三島です。ここからまた次のね、橋を渡って、そのまた次の島行って、その次の島で今日の宿なんで、そこまで行きたいと思います。大三島橋やってきました。じゃあ50みたいなんで、お支払いしたいと思います。よし、セット完了や。それじゃあ大三島橋レッツゴー。大三島橋でーす。で、これを越えると、たかしかしかし、確かね、博多島に到着予定です。もう博多の島が有名な博多島です。博多島のね、塩味美味しいんですよね。今日食べたのは塩アイスだったんですけど、それがめちゃくちゃうまかったです。綺麗、夕焼けすごい、素晴らしい夕焼け。というわけで、博多島に到着しました。あー、島通もいよいよ詰めですな。結構ね、島の雰囲気それぞれに特徴があるような感じがして、毎回毎回島、私の場合は降りてるんですけど、それがねすごい楽しいなーなんて思っちゃってます。わーわーおー、今日なんて夕焼けが特に綺麗だからさ、走ってるだけでめちゃくちゃいい気分になるんですよね。あ、シニアカーのおばあちゃんおる、おりけりや。ちがみなの動画。そして博多島上陸です。ここからね、最後の島を目指します。大島で、ここから大島まではそんなにね、言うても遠くないんで、近いと思われるんで、最後の島堪能したいと思います。うわー、なんか島の海海道の島、こうやってさ、サクッと走るとサクッとね終わるんですけど、一個一個ね巡っていくと、さすがにちょっと時間かかるけど、すごいそれぞれの島の魅力があって、走っていて楽しい気がします。ちょっとずつね違うんですよね。ここはさ、ビーチがすごくいいんですよね。うわー、夕焼け、赤い夕日を眺めながら走るの最高よ。綺麗、超綺麗だった。それじゃあ最後の島を渡ろうかなと思います。原付道は左側ですね。海に続く夕日を見ながら橋をね渡ります。これ何橋だ。最後の橋を走行、夕日沈んじゃった。あ
でも楽しかった。もう11月入ってからさ、だいぶ日の入りが早くなっちゃったんですけど、やっぱりね、こう太陽を追いかけながら、太陽を見ながら走行するのって楽しいなぁなんて改めて思っちゃいました。もうここから先は夜の時間が始まるのですが、今日の旅はそろそろおしまいかなって思うと、なんか感慨深い。今日はね、宿に着いたらじっくりゆっくり体を休めたいなと思います。大島上陸着きました。さすがにさ、ここまで上陸するとさ、嬉しい気持ちが込み上げてきますね。はい、というわけで宿がある大島に上陸することができました。もうね、日没前にどうにかここに来ることができてよかったななんて思います。でね、今日の宿なんですけど、今日はゲストハウスに泊まる予定で、でこの辺ね、夜ご飯スポットを探して夜ご飯を食べてから、今日の本日の宿ゲストハウスに本日の宿ゲストハウスに向かおうかなと思います。ちょっと冷えてきたんで、あったかくしてご飯食べて宿でゆっくりしたいと思います。